はい、こんばんは、こんにちは。プレス3版ボーダーランズ2、ゲイジちゃんが頑張ります。第61話、やってきます。ジャックという男、影武者を倒す。倒してその生体データを入手して、それでジャックになりすまし、で、侵入しよう。そんな感じのクエストですね。やってきまーす。イエイ。チラ。チラ。この中かな?ドン。じゃ。と。誰もいないか?で、ここ来る途中にバウンティーボードとかあってね。来ました。グレネード発射よ!グレネードじゃなくて、デストラップじゃんね。おっと、レベルアップ。右側いるね。こいつか。ジャックだ、ジャックそっくりだ。いやー、熱い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 。あー、熱いって。デストラップちゃん、どんどん来るね。困ったもんだ。どっから上上がらないとね。そ、こっちから行くか。あれ、なんかまだあるよ。エコー、これガリ都市を作るにしても、なぜバンディットのいる荒野のど真ん中なのですか。理解しかねます。オツムとビジョンの足りんやつにはいくら言ってもわかるまい。簡単だからやるんじゃない、正しいからやるんだ。正しいからやるんだ。それでは何の説明にもなっておりませんが、翔君、お持ち主は槍の保釈だ。これからパンドラに未来が訪れる。オポジニティはまばゆい光でその未来を導く合図の灯火なの。バンディットがくだらん境をやめ、ふと目をやる。我々の街が輝いているのが見える。安全、そして平和と秩序の状況だ。オポジュニティから文明化を始めるのだ。ですが、勝者は子供を。敵が見えないとこにいるか。あんた、ここに。さあ、だが子供のいないやつから子育てのアドバイスは聞きたくない。子供なら男の子が二人。残念。もう子供はいない。痛い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 。ショットガン。いえ、いい感じ。あと一匹。キー。あと一匹。どこ行った。見えないんだけど。オッケー。じゃあちょっとステータス振りましょう。せっかくレベル上がったんですからね。ですね、ちょん、はあ、そっか。こっちの方全然スキル振ってないんだよね。あー、これも難しいですね。リロード速度上昇するから、そのアナーキーにはいいけど、マガジンサイズが減少する、アナーキーにはいいけど、微妙だね。難しいね。むずいなぁ。これは?あー、デストラップちゃん連続召喚か。ここを飛ばして、もう一個、もう二個で来るのかな?何これ?自分のシールドのコピーをデストラップに付加する。付与する。まあいいや、まあいいや。この惑星には未だに天使や悪魔、果ては古代エリアの神なんかを信じている人々がいるのを君たちは知っているかな。そう、彼らこそがバンディットだ。やった、
うまくいきそう。サンプルをもう少し集めれば合成してジャックの声を作れるわ。この惑星には未だに天使や悪魔、果ては古代エリアの神なんかを信じている人々がいるのを君たちは知っているかな。そう、彼らこそがバンディットだ。やった、うまくいきそう。サンプルをもう少し集めれば合成してジャックの声を作れるわ。他の案内を端末に向かってみて。まあそんな感じで、散らばってるとこに拾いに行きましょう。とりあえずこっち側が透明なとこにありそうだね。行こう。なんか敵の音が。めっちゃやばいな。行くぜ。ちょっと待って、矢印があるぞ。やばいやばいやばい。あと2匹、よし、来ないならアクション。よし、こっちが行こうぜ。原則第一条なんて知ったこってないわ。回収。いやあみんな知ってるかい、オポチュニティの外では内臓が飛び出す可能性が 8000% 上昇するんだ。これは科学的に証明された数字だよ。必要な分はあと少し。もう2、3台当たる。やばいやばいやばい。よし、そっちが行こうか。デストラップちゃん頑張るね。後ろにも来てるか。いないな。すごいわベイビー。デスビー、俺のシールドが。くっそー、困ったもんだ。いけそうで。いっぱいあるな。触れて。いかん。今君が見ているのは快楽の電動の建設費用水準。危ないぞ。そこでは1000ドルで私の同身体パネルと1時間過ごせる。はあ、お前も殺してる。リロード。私が地上最強の女。ゲイジちゃん頑張ります。やばい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 。もう殲滅開始よ。デストラップお願い。いいわよデストラップ。デストラップ。まあとりあえず遠回りだけど向かおう。開いたやな。いいわよ。よし。オポチュニティではゴミのポイ捨ては資材だと君たちは知っていたか。申し訳ない。それからこの町の法に対する不平の言葉はゴミだからな。オッケーね。あとラス1か。デストラップちゃんがやばい。もうオープン。微妙。ショップがあるな。
どこだショップは。上か下か。え、良い子のみんな、これで完全な街に住む完了か。ママとパパがどんな苦労をしたか知ってるかい。保険は効かないだろ。うわぁ、イエー。君たちを守り養っているのはこの私だ。ゲームバランスなんてクソくない。両親に愛を、そしてこの私にもっともっと愛を。今のショップ行こう。オッケー。金は使ってなんぼですぜ。ガンガン打ちまくってくださいよ。イエー、グレネードも補充して、よし行くぞ。で、どうなの。あ、で、エンジェルに音声をアップロードする。なんでここ開いた。特権をつなぐの、急いで。ちょ、その前にちょっとここエンドオープン。ハズレか。でも、慎重にね。何それ。大丈夫。このファイルね。うん。終わったわ。音声変換器を回収して。これでしばらくジャックの声で喋ることになるけど我慢して。パスワードは扉の前に着いたら教えるから。ちょっと。テンステンス、テンステンス、マイクテンス。クソ野郎の声になってんな。傑作だぜ。なってないし。ゲイジ、私の目を盗めるとでも思ったのかい。エンジェル、さあお友達にさよならを言うんだ。ほら待って、また連絡するから。エンジェル、扉を開ける方法が見つかったのか。エンジェルは本当に約束を守ったんだな。よし、一旦戻ってくれ。はいはい、準備は整った。あとはボルトの鍵を奪うだけだ。 OK、 移動しましょう。ミサイルランチャーもいいんだけどね、ゲイジちゃんの場合ね、結構寄ってもね、なんか変な方に飛んでっちゃうんですよね。ロケットだから跳ね返りもないからね、やっぱりマシンガン系かショットガン系になるんだよね。行こう。これキャッチアライカじゃねえな。ゴー。あ、目的地が2箇所あるな。ワープポイントってことか。ファーストトラベルステーションか。だよね。オッケー、すぐそこのファーストトラベルステーション行こう。イエー、到着。着いたよん。で、サンクチュアリかな。移動。デストラップ。さてさて、サンクチュアリ、リリスのクエストもあったな。とりあえずクエスト受けまくってるんで、あと報告ねしないと受けれないって感じのやつもあったんでね、受けすぎちゃってて、でついでなんでちょっとね、頭いろいろ追加出たんだよね。なんか頭、オーマイゴーシュ、レイルミー、やっぱゲージちゃんで行って、お、いろいろ追加されてますね。イエー、エレガンス、もうスタイルが良かったね。スタイルいいね。スタイル、ボディーペイント、スタイル行こう。スタイルじゃん。
オッケー。よし、まあ報告行こっか。イエイ。エンドオープン。いやー、なんか2レベルぐらい一気に上がりましたね。やっぱイージー。あたしも行く。ノーマルクエストやると早い。絶対一緒に行くからね。お前はここに残れ。罠だった場合に備えてサンクチュアリを守る人間が必要だ。エンジェルがそう言ったから。だからなの。ミンゴスカワユス。リリス頼む、俺を信じてくれ。死んだら絶対に許さないから。了解だ。生きて帰ったら速攻で裸にするから。そいつも。あのな、そういうのは二人の時にやれって。ああ続けてくれ。報告。イエーイ。ついにこの時が来たな。いよいよだ。いよいよだ。みんな、リリスとモーデカイは町を守れ。ブリックはバザードで援護。俺は反対側から絶壁を登ってコントロールコアエンジェルに向かう。質問は。なんで俺は留守番だよ。ブラッドの仇を取らせてくれ。分かっている。だが今はこれが罠だった時に備えてサンクチュアリに残ってくれ。心配するな、モーデカイ。必ず復讐の時は来る。お前がそう言うなら。侵入者を粉砕するシールドを攻略し、強力な火力を備えたバンカーを破壊して開かずの扉を開く。ボルトの鍵を手に入れてウォーリアーの復活を阻止するには何としてもやり遂げるしかない。俺たち全員あの世行き。カモン。クラップトラップをサウザンドカットに連れていく。シールドを解除するのに必要だ。面白くなってきやがったぜ。イエー、天使の涙。まあそんな感じで、まずじいさんのとこ行って、ちょうどじいさんのとこのクエストがね受けれなかったんですよね。クエストいっぱいすぎて。なんで今回はクエスト 2,3 消化してきたんで、もしかしたら受けれるじいさんじゃなかったな。ねえ、ちょっとした仕事があるんだけど。いや、ジャックは振られた腹いせに私のアンダードームを壊しただけでなく、今度は自分のアリーナを建てようとしてるのよ。さすがに黙ってられないわ。オポチュニティの建設現場に行ってプロジェクトを先導しているフォアマンを始末してちょうだい。さっきのとこか。いつでも戦う相手はいる。まあせっかく新しいクエストメインストーリー進んだんですけど、まあ女は怖いよ、消化しましょうかね。とりあえずワープポイントに行って武器変えようか。レジェンダリー。そろそろ新しい。もうめっちゃ強いじゃんこれ。いや、yeah。 お、いいね。ダサいね。ほいじゃあまあ行きましょう。さっきのとこですね。さっきのとこの、ああもうオプチュニティまで行けるんですね。めちゃかっこいい銃じゃん。トローディングが長いです。到着で、あっちの方ですね。フォアマンを倒す。これもレジェンプラザ遠いな。おこちら、ひょちょー
行くぜ。あんな、あんま強くないな。あ、でも結構強いか。こいつがタフだと、タフなだけか。鍵を落としたわ。拾ってきてちょうだい。オーケー。あ、ボスアタが強かったのか。対応する鍵穴があるはずよ。容器を調べて、あの鍵に合うものを見つけ出すのよ。オッケー。で、ストラプちゃん行くよ。What'd you say? どれね。その鍵ぴったり合うみたいね。いや。何か役に立つものは入ってる？か。できるはずよ。ほう。近くの壁を吹っ飛ばしてあの穴を浸水させてちょうだい。あの宝鏡女、まだ私に恨みを抱いているのか。まあわからんでもないが、一度特上のステーキを味わってしまったら二度とハンバーガーには戻れないだろうからな。私の言っている人は分かる。つまり何のことだ。杖は杖はやっぱ杖はこれいい感じ、いい感じ。どんどん行こう。止まらず行こう。落ちちゃって行こう。でよく上か。一応ついてきてるね。でカモン。オッケー。デストラップお願い。ちょっとバグって英語になってる。敵多すぎだろ。デストラップ頑張って。上か？どんどん来た。どこどこどこ。オッケー、近くに来た。オッケー。こちらどこだよ。とりあえずこう来るわね。えん？この上か。この
の上はどうやって行くんだ。あっち側からぐるっと回っていかなきゃいけない的な。登れるもんね、そっち。ちょっと行ってみようか。エンジニアはローダーに荷物を上げさせろ。ローダーはエンジニアにバンディットを燃やさせろ。これがチームワークってやつだ。おうおうおう、カモン。これ赤箱相当もしかして。かっこいいけど弱え。オーマイガッシュ。いってえな。逃げんなし。なんかゲイジちゃんも英語になっちゃったよ。日本語に戻った。経験値10万話だからいいんだけどさ。Yeah, thanks. やべ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 。なことはいいんだけど、道がわかんないよ。いた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 。どんどん上がっていきましょうかね。いてててててて、カテカテカタ。ああ、やっぱここまで上に上がってこないといけないのか。これでいけそうだね。オーマイガッシュ。至近距離であと一発。いえ、エンド。よっしゃ、きついな、きついな。Yeah. ここさっきんとこじゃんよ。こっから進んでねえよ。どこら、もうすぐ着く。ここの下？あ、ここか。爆薬から離れて、巻き込まれちゃうわよ。巻き込まれちゃうと、もちもちもち、あった。ちょっと待ってよ。これなんじゃい。めっちゃ水浸しになっちゃった。よし、これで女は子はいいよ。は完了だけど、ちょうどこの位置に来るとあのおかしいですね、言葉がね。ちょっと待って、かかった。
テクト。ゲイジちゃんの声が可愛くない。52。お、ショップじゃん。まずはこいつを片付けますかね。もちろん商品のほとんど。結構撃ったね、ショットガン。オッケー、レッツムーブ。何回るでい？リロードして、で撃って、いい感じ。またこの辺復活してんじゃん。とりあえずあそこまで行こう。安全地帯に移動したら動画を切ります。ライブ。いや。情報の顎の輪郭が実物と違うそうだ。それからこの3週間で。よし。ハンサムジャックからオポチュニティの作業員にメッセージだ。諸君が作ってるのは他でもない未来だ。あれもなんかリセットされてますね。結局3つぐらい見つけるのかな、あのさっきのとこで。だから1回こうエリアチェンジするとまた最初からになっちゃうから、またさっきのとこ行けばさっきのクエストが受けれると、そんな感じみたいですね。でこれでサンクチュアリで報告、とりあえずバーに報告に行きましょう。安全地帯行ったらやめるとか言っときながら。あった。到着。いや。一日の締めくくりにはやっぱり復讐よね。オッケー。戻りましたね。さてさて、じゃあちょっとワープポイントまで行って、金箱の部屋ですね、金箱の部屋に行って、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、デストラップ、クラップトラップを説得するのは少し厄介かもしれないが、じゃあ次回は天使の涙クラップトラップの説得からですね。はい、お疲れ様でした。